バリー亮です。それから人食い大足のトリコです。はい、というわけで今回もブラッドボーン完全攻略解説実況続きやっていきたいと思います。そういえば1個拾い忘れてたもんがあるんで、それだけ拾って金域の森の方へ行きたいと思います。1個ここら辺に確かあれがあってんな。バレバレ、よっしゃよっしゃ、撲殺。ここに1個、お前も言ってるやろ、ここに狩り装束があんの忘れとった。着替えようかな。同じ服ばっかりやったら、ああ後ろが撃ってきてる。同じ服ばっかりやったらさすが、うわ来てる。ちょっとビビったんだよな。よっしゃ、このピザカッターは獣に対して攻撃力 1.5 倍のボーナスがある。はい、今拾ったやつです。まあ医療協会の人の、まあ、服ですね。出せ、いやちょっと待って、頭以外はまあそんなダサいことないか。これ黒シリーズ、教会の黒シリーズなんですけど、教会の白シリーズもまあ後々手に入ります。さあこっちへ進んでいこう。あ、そういえば前回ここ来てから、まあ、続きで撮ってるんですけど、まあ、前回ここに待ってかけていてましたね。まあ倒してるので今いないんですけど、さあここにもう我々の宿敵がいてるもん。よいしょ。こいつは月と炎と雷に弱いっていう特性があります。まあそれ以外のダメージ、攻撃ではほとんどダメージを与えることができない。はい、輝く効果、これはなんかまあ床に巻いて道しるべにできるってやつやな。とりあえず装備しておこうか。はい、アルフレードさんいてるね。こうやってまあ何の意味もないけど、こうやってまあ話しかけとこう。おお、あなた無事だったんですね。それでは情報交換しましょうか。知りたいことがあれば遠慮なく伺ってください。はい、ここで初めてこの医療協会とかビル・ゲイワースとか聞けるようになるんですけど、まあビル・ゲイワース聞いてみようか。ビル・ゲイワースは古い学び屋です。狩人なら知ってるでしょう。ヤーナムの地下深くに広がる神の墓地、聖杯壇上のことですね。かつてビル・ゲイワースに学んだ何名かがその墓地からある聖杯、聖体を持ち帰り、そして医療協会の血の救いが生まれたんです。すなわちビル・ゲイワースはヤーナムを聖地たらしめた始まりの場所ですが、今も捨てられ深い森に埋もれていると聞きます。それにビル・ゲイワースは医療協会の禁忌にも指定されています。今はどれほどが生きているかわからないかつての学徒たち、彼らだけが知る古い言葉がない、古い合言葉がない限り門番扉を開かないでしょう。まあ正直言って、その地下遺跡から持ち帰ってきた生体人やらが正直この獣の病の元凶になってるわけですね。まあ正直言って、まあビル・ゲイワースは、まあ、この一連の騒動の元凶というか。でこの汚れた血族です。あなたにも伝えておきましょう。偉大なローゲリウス氏は言っています。かつてビルゲンはその学び屋に裏切り者があり、禁断の血をカインハーストの城に持ち帰った。そこで人ならぬ汚れた血族が生まれたんです。血族は医療協会の血の救いを汚し犯す許されない存在です。その血族の長が今もまだ生き残っている。だから私は死の意思を継ぐために探しているのです。カインハーストに至る道を。まあ生き方分かったら教えてやるよ。じゃあな。まあ後々ね、カインハーストの生き方をあいつに教えてあげるっていうイベントが起きるんで、その時また来ましょう。でここの先がまあ金域の森になってるんやけど、ここが合言葉を言わないと開かないためよ。それじゃあまあ合言葉を言って進んでいこう。すっげえ笑ってるけど、まあこの金で血を恐れたまえって、あの前回のイベントの中で言ってたセリフやな。おオープン。もう死んでるけど、すでに死んでいる狂人の知恵。これ狂人の知恵、あの頭がもぎ取ったんかな。さあ進んでいこう。金域の森はまあすっごいなんかややこしいエリア。正直俺もそこまで完全に構造を覚えてるわけではないねんな。ここに濃厚な止血6、これも完全に構造っていうか、まあ、マップを把握してるわけではないんやけど、
まあ、大体重要なもんの場所は覚えてるんで、それ回収しつつやっていこうかと言っても、まあ今回途中でルート外れて違うルートの方から先攻略していくんで。あっ、ちょっと待て、やばかった、今上から油を投げつけてきてるわけやな、こいつが。ほんであの状態で、あっ、死んでない、生きてる。この油まみれの状態であのあいつに松明でどつかれるとすごい大ダメージ受けてしまうんで、気をつけてくれ。ちょっと待ってくれ、こんなところで苦戦したこと俺今までなかったんや。お前はノコギリの系だ。よいしょ、輸血液。こっちに行くとなんか結晶石が落ちてたような気がせんでもないねんけど、その代わりあいつがいてんねんな。さあ来い。うん、あ、よいしょ。うん、こりゃ、この3段目っていうか最後のコンボの最後で叩きつけが結構強いんですよ。痛い、ちょっと待て、ちょっと待て、よいしょ。デブのくせに動きが、あ、気が邪魔。まあ俺の敵ではなかった。強化の結晶石に、結晶石結構出るね、さっきから。特化、ここに早速明かりがあります。パッチンと、よいしょ。いるのバレバレやから、よいしょ。この先には確か白い岩薬やったかな。まあまあ、あんまり必要じゃないもんはスルーしていこうかな。さあおっさん、こっちへ来い。よいしょ、よいしょ、よいしょ、楽勝。あのおっさんの銃撃結構威力高いんで気をつけて。こっちに結石の二かけらがあったはず。うん、よし。さあここですよ、これ。ここになんか木の板があるんやけど、この下に実はトラップのスイッチが隠されてると。まあ一回、まあ踏むだけ踏んでみようかな。すると、これがあれ、これで何回何人の人がやられたんでしょうね。正直あの最後に外れてこう転がってくるっていうのは正直予想外。うん、よっしゃー、なんだと。あれクラブ昼間か。ここの下にまあ敵がいっぱいいてるんやけど、まああいつらはスルーして先にこっちへ行こうか。こっち行くとまたこいつが、よいしょ。こっからまあ血石の蓋かけていっぱい手に入っていくんで、まあ武器の強化には困ることはないでしょう。よいしょ。でだいぶ得られる血の石の量も増えてくるから、ここからガンガンレベルを上げていけると。さてまたここにこいつがいてるんで、よいしょ、はっ、楽勝。獣なんか敵じゃねえぜ。ただね、この電動ピザカッター、攻撃する回数がまあ普通の武器より多いんで、まあ刃がこう回転して連続ヒットするんで、その分耐久値は減りやすくなっています。そこのところを注意してください。まあ言うてよっぽどなことせん限り、まあ壊れたりはないんやけどね。でまたこっち、まあ道が2つ分かれてるんですけど、こっちへ行きます。ここにまたトラップあるんで気をつけてください。あれは外れへんの、その場にボトって落ちる。あんなん当たったらもう即死やけどな。まあ実際即死しますよ。んでここには何やったっけな、これ水銀だ。でここにもまあ話しかけられるやつがあるんで話聞いときましょう。ああ君、獣を飼ってるんだろう。ありがとう、君たちのおかげで私たちは助かってるんだ。だが残念かな、夜は長く獣ばかりが増え狩りは終わらない。やがて君も死に腐り、あるいは血に溺れるだろう。恐ろしく、そして悲しいことだ。だから君だけに教えよう。
聖堂街の右隠された古教会を訪れたまえ。それは神秘、きっと狩りの力になる。きっとそうなると思う。はい、扁桃石、これを持っていると、まあそっちの今教えてもらったところからまだ新しいエリアに行けるようになります。そっちにまあレベル上げできるところがあるんで、そこはまあタイミングを見ていきたいと思います。でちなみにね、このおっさんね、ここだけじゃなくてヤーナムの、まあ、このしゃべりかけられるとこ全ての場所に出てくるんですよ。一体何者なんだろうな。よいしょ。こいつらは檻から出てくる前に倒す。よいしょ。でこっちへ登ると新しい狩り装束が落ちています。この教会の黒シリーズじゃなくて白シリーズが落ちています。痛い痛い痛い。はい、教会の城勝負。くそ、追尾性が弱い。この動き、よいしょ。さあ先へ進もうか。よいしょ。それでね、本場のルートはここで一旦引き返して進んでいくのが正しいルートなんですけど、こっちに洞窟があります。こっちの方へ先進んでいきましょう。禁忌の森のちゃんとした攻略は、まあ今回は正直言ってやらないつもりで、またもうちょっと武器とかを強くしてからまた戻っていきたいと思います。そのためにはこっちに行って、まあとあるイベントをこなしておきたい。はい、ここが、まあ、地下空洞みたいな、あのでっかいと、まあ、強いんでする。でこの沼は毒沼です。白い岩薬を持っておきましょう。まあ俺は装備し忘れとったけど、確かこの辺にだな。これ全強化の結晶石、これが重要で、ここのランタンついてるところから中に入ると、ちょっと待って、あ、白い岩薬装備してた、ラッキー。でこのはしごを登っていくと新しいエリアに行くことができます。はい、到着と。はい、これこのゲームのスタート地点やったヨセフカの診療所の裏口に来ました。懐かしいね。ここですね。ここまで来たら大体のことが分かると思うんですけど、この最初のところに戻ってきました。でこの裏口の方からヨセフカの診療所に入ることで、とあるイベントをこなすことができる。あいつおなじみの、よっしゃー、ちやべやっべー。ちょっと待って、火炎瓶は、火炎瓶は、火炎瓶はねえのが、ヤスリでいいか、雷ヤスリにしよう。あ、やばい、よっしゃー。こいつはほんまに、あれ捕まれたら脳みそついてたんだから、でここの橋を登ろう。そんな橋が多いな。こっちの先へ進むと、ここがヨセフカの診療所の裏口。こっち側から入るとなんでか啓蒙が手に入れられんねんな。ここを開けるとだ、いてるね。これ最初の寝かせられてたエリア、なんか宇宙人、なんかこれすげえウルトラマン出てきたよ、こんなやつ出てきたの。これ最初俺が寝かされてた、まあ診療台なんやけど、ここにカインハーストの招待状が、あのさっきのアルフレートの会話に出てきた城にこれで行けるようになります。で先にこっちへ行って、枯れる文字が確かあってんな。あー宇宙人、あ、これね、さっきなんかおったじゃないですか、なんかあのひねくれてるおっさん窓のところに、あれの慣れの果てです。あいつは間違った方に来てしまって、実験材料にされてこれに改造されてしまったっていうことらしいらしい。まあ正直そこのところがよく分からんねんけど、それがなんていうかファンの間での定説になってる。でここに、そう、これ枯れる文字配慮。そういえば俺枯れる文字ちゃんと装備してないの。枯れる月の枯れる文字とか装備しといたら
もうちょっと血の意志の量が増えるんやけど。オープン、お邪魔しまーす。あなたどうやって入り込んだのかしら。あなたが今見たものの意義が分かるならそのまま引き返してくれないかしら。もし引き返す気がないなら。ああ、でも狩人の知見も得難いものかしら。ああ怖い怖い怖い。ああ帰ります、帰ります、帰ります。まあ、あいつも後々、まあ、イベントで殺しに来ることになるんですけど、今はする。それじゃあ一旦拠点に帰ってレベル上げをしてから先進んでいきたいと思うんで、ここで一回カットさせていただきます。カット。はい、レベルを上げてこっちのヘムウィックの王子街の方にやってきました。なんでわざわざもうクリアしたエリアの方に帰ってきたのかと言いますと、ここからさっき言ってたあのカインハーストの城の方に行けるようになるんですね。で、ノコギリを強化したんで、その切れ味をババアで試すと、よっしゃ、だいぶ強くなってきたな。おかしいな。さあお前でも切れ味試してよ。んー、よっしゃ、さすがにこれは連続ヒットせえな。よっしゃー、楽勝。よいしょ。それでまあカインハウスの招待状の状態でここにやってくると、まあとあるイベントを作ることができるけど、危険なんでさっきこいつらやってしまおうか。でここにのオブジェに近づくとイベントが発生します。来た、なんか来た、すごい、なんかあのラオウが乗ってるあの国王みたいな馬が。オープン。あ、誰もいない。自動ドア、自動ドアか、入ってくやんな。はい、乗れってことらしいんで、まあ敵来る前に乗ります。お邪魔します。誰か見てる。すごいこの視点がすごい毎回気になんねんな。誰かが見てんのか、多分こういう視点なんか。どこへ連れて行くつもりなんでしょうね。まあもうさっきネタバレ言うてもだけどな、まあ、簡易ハウスに連れて行かれると。雪が降っていたね。さあ見えてまいりました、目的地、排除簡易ハウス。すごいホグワーツみたいねんな。ホグワーツもしくはなんか悪魔城なんちゃらみたいな。あ、もうサムネやな、ここサムネ決定っすわ。ただ見た目ほど広くないねんな、このステージ。ちょっとがっかりみたいな。はい、排除カインハースト。はい、トロフィーもゲット、カインハーストでね。ここ、これまあ気づいた人、まあいてるかいてないかちょっとわからないんですけど、この後ろを振り向くと、あーあーみたいな。これ最初気づいた時すごく怖かったからな。今乗ってきたもう馬車がもう凍りついて馬も死んでるって、怖いなー怖いなーって、おかしいなーおかしいなーって。はい、それじゃあ今回、まあ時間ちょうどいいんで、今回はここら辺にしておきましょうかね。この明かりをつけて今回は終了とさせていただきます。それじゃあまあここも次回で必要なアイテムだけ拾って、まあボスは倒さず金色の森の方の攻略に戻ると思うんですけど、まあそこのとこよろしくお願いします。それでは今回も最後まで見ていただいた方、どうもありがとうございました。 See you next time、 バイバーイ。はい、今回もトロフィー解説のお時間です。はい、今回手に入れたトロフィーはカインハースト、排除カインハーストのステージに行った時に手に入れられるトロフィーです。以上。